こんにちは、りょうこばあばです。今回ですね、全然編み物とはね関係ないものをもう初めてするので、まあ勉強ですね、勉強を今してるんですけど、あのレジンですね、レジン今流行ってるじゃないですか。まあ昔からね流行ってたんですけども、最近ねレジンのその可愛さに惹かれて、私もやってみようかなと思って、まず道具から揃えて、今現在ねこんな感じで9つ練習したものをこうお見せしてるんですけど、なかなか難しいですね、初めてだし。編み物はねこう間違ったらほどけるじゃないですか。だけどこうもう一回固めたらどうもできないし、もう最後までやるしかないですよね。それで今回ね、このレジンの中には、あの編んだものをこんな感じで固めてるんですよね。で最近ね、小さい編み物のお花を編んでるという動画を出してたんですけど、こんな感じでね小さいものを編みためて、その中からこう色をねこう配置しながら色をこう選んで、そういうのも好きだし、どんな感じにねレジンに入れ込んだらなるのかなと思って、今回ね初チャレンジ、初挑戦なんですけど、まあ難しい。一番最初にこれしたんですけど、まあ全体がね 紫っぽくしたんですけど、やっぱりぼやけてて、あこれはダメだなと思って、次はこれは薄く、着色液をレジン液に混ぜて作ったんですけど、次は何も入れなくて、ただこういう、こっちが表かな、編んだものだけをレジンの中に封入して固めたものなんですよね。でこんな感じでいろいろこう色もね、パープルですとか水色ですとか、こういうね明るい黄色とかオレンジとか、こんな感じで今一生懸命ね頑張ってしてる最中なんですけど、まあもうこうレジン液をこう入れて固めて、またレジン液を足してとかするじゃないですか。まあ凸凹になったり流れたり、私が容量が悪いもんだから、もう次は完成したいと思ってするんですけどね、なかなかこう失敗ばっかりして、今日はで時間かかるんですよね、硬化固めたりするのに、UV の中に入れるじゃないですか。で固めるのも時間かかるし、もうね1日朝からして、今午後の2時、朝9時ぐらいから始めて、今日はねもう朝からレジンをしようと思って、朝9時からまあお昼ご飯をちょろっと食べて、それからまた延長して始めたんですけど、今やっとねこの3個をね作ったんです。もうこの時間で3個しか作れなくて、この3個もねどんな感じにしようかなと思って、形もね丸をしてたから、今度はね楕円にしようかなとか考えながらこうしてたんですけども、時間かかるんですよね、すっごい。さっきから言ってるんですけど、時間かかるのと、手順の要領がいまいちわからないから、やっぱりこういうのは何個も作らないと成功しないんだなとつくづく思いましたね。これなんかね、青系を、着色液を混ぜて、白をねくっきり出したかったんですけども、手順が間違ってたから、もう白の冷水とかねもう全くこう生きてなくて、もうレジンの青い着色剤に染まってしまってダメでした。これもね、この楕円の部分はですね、このモールドのもう底がこう楕円、お椀型になっているモールド使ったんですけど、こっちのね
丸い方は、お椀型じゃなくても円柱の浅い感じでしてるんですよね。それでこのお椀型の方は表面がね、もこんもりこんもりして綺麗になるんですよね。これだったらいいかなと思って、次からこれをちょっと多めに作ろうかなと思ってるんですけど、どうしても表面がね綺麗にも、あのレジン液が綺麗に流れないんですよね。流れてはみ出したりとか足らなかったりとかして失敗ばっかりしています。でやっぱりこう中に入れる冷水糸で編んだお花ばっかりじゃなくて、あのパールビーズですとかこれですと、なんか星の形したちっちゃい封入物なんですよね。これはこうあの金箔みたいなのを入れ込んだり、これ初めてあの今日編んだものは入れなくて、なんか白い砂みたいなのと貝殻と入れ込んで、ちょっと海っぽく青くねこうしてるんですけど、この青い液が残った色でもったいないから、これをね残りの液でしたんですけど、そしてこのヒートンかな、こう丸カンとかねつけるヒートンも、後でヒートンを穴も開けずにした場合はこう穴を途中まで固いこの固まったのをねぐるぐり回してこの差し込むんですけど、いろんなやり方があるんですよね。こういろんなレジンされてる方の作家さんのを見たら、最初からピンを差し込んでから固めたりとか、いろんなこう参考になるのをね見ながら、今までこうもうずっと最近はレジンのYouTube 見ながらあの手順とかしてるんですけども、いざこう自分がねやってみるとすごく難しくて大変で、あのこれをするにもいろいろたくさん道具を揃えるじゃないですか。レジン液ですとか着色液とか、こういったモールド、シリコンモールドもね丸だけしか買ってなかったので、ああ楕円も欲しいなと思って楕円も買ったり、あの四角、真四角ちょっとジッパーの中に入れてるんですけど、真四角のモールドとかいろいろ買い揃えたりしてたら結構な金額になって、これはねもう途中ではもう挫折できないなと思って、編み物をしてるあの暇にこういう小花を編んで、もう一気にやっぱりこう日にちが途切れるとね、なかなかこう少し覚えてたのも失敗するしと思って、今日はもう朝からハマってねあのしたんですけど、結局今の時間までかかってこの3つしかできませんでした。まあパッと見た感じはね可愛いんですけど、この間もねあのお盆にも娘や孫が来て可愛いねって言って、これが可愛いよ、こっちが可愛いよって言いながら見てたんですけども、やっぱりねこう完璧にね綺麗に作るにはねもっともっと時間かかるし、皆さんね上手にねこう YouTube で作家さんが作ってやるんですけど、簡単にしてやるみたいで、ああと納得するんですけど、いざね自分がこうやってみたらすっごく難しいということが分かりました。でもねもうこれではね諦めて挫折しないように、あの道具もね揃えてるし、頑張ってまだまだ勉強しようかなと思っています。これがね作品になる日が来るまでちょっと頑張ろうかなと思っています。今日はねこういう感じで、今までこう小花をね編みためていたのはレジンをね作るための小花を作っていました。まだね小花を作る段階では何をするかねあの言ってなかったんですけど、こんな感じでレジンの中にこう封入するためにこういうね小さい小花を編んで作っていました。でこんなレジンをね初挑戦で
レジンを頑張って今練習しています。まあ若い方だったらね、覚えも早いんだろうけど、なかなかねおばあちゃんになってこういう挑戦はハードル高いなとつくづく感じました。でもね、何でもね挑戦することは大事なので、これからもねまた頑張って綺麗なねレジンができるように頑張りたいと思います。では今日はねこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。